丸山真澄は、日本の社会学者。学位は PhD。長崎大学経済学部准教授。1970年に生まれた。静岡県立大学に進学し、国際関係学部の国際言語文化学科にて学んだ。1992年に大学を卒業すると、アメリカ合衆国に渡り、オクラホマ大学の大学院にて、コミュニケーション学を学んだ。1993年には修士の学位を取得し、1998年には PhD の学位を取得し、オクラホマ大学の博士課程を修了した。1998年に長崎大学に採用され、経済学部にて経済協力、国際コミュニケーションを担当する講師に就任した。1999年には同大学の経済学部にて、経済協力、国際コミュニケーションを担当する助教授に承認した。現在は長崎大学の経済学部にて総合経済学科の准教授を務めており、経済協力、国際コミュニケーションの講座を担当している。専門は社会学であり、特に異文化コミュニケーションや教育社会学などの分野の研究に取り組んでいる。ナショナルコミュニケーション学会、国際コミュニケーション学会、日本コミュニケーション学会、異文化間教育学会などに所属している。日本コミュニケーション学会では、九州支部の企業編集委員、運営委員なども務めた。異文化コミュニケーションにまつわる専門書も共著として複数著している。ありがとうございます。